実際のところ民主国家において大統領選挙の際国全体や社会が二極化し極端に分裂することは普通でありこれは正常な現象と言えます民主国家の体制が健全かどうかは選挙後にこの分裂をどれだけ早く団結させることができるかにかかっていますこの点が大聖徳大統領が5月20日の就任後に国内の団結を呼びかけ続けている理由の一つです トランプ氏の暗殺未遂事件やバイデン大統領が非常に早くオーバルオフィスで発表した演説はすべて選挙の一環として正常な現象と言えるでしょうアメリカは選挙過程において激しく分裂しているように見えるかもしれませんが実際には民主党と共和党の両候補者が述べる政策は一致していることを示しています特に対外政策においてですね国内の政策も外交政策も一致する点は多くあります 6月27日の政見放送でも CNN が調査した有権者の関心事は第一に経済問題第二にインフレ第三に犯罪率でありこれらはトランプ氏とバイデン氏両氏の主要な議題でしたさらに共和党と民主党の共通認識として中共の脅威や課題への対処方法があります軍事経済技術民主的価値観の面で両者の対処方法はほぼ同じです しかし、実行方法には違いがあります。バイデン氏は伝統的かつ保守的な方法で民主主義国家の連携を強化し、中共に対抗する方針を取っています。一方、トランプ氏はこの方法が効果的とは考えていません。彼の論理は、多くの友人が集まっても、困難な時にその友人たちは逃げ出してしまうというものです。 普段ははグループプでで利益を得ててももアメリカがが困難にに直面した際には誰も助けてくれないといとうののトランプ氏の考え方ですトランプ氏が国際政策特に対中政策を実行する際の考え方はバイデン氏とは異なりますが基本的な理念は両党と両候補者の間で選挙戦が始まる前から一致していましたバイデン氏が迅速にオーバルオフィスで演説を行ったことも民主国家の選挙では一般的なことです 次の政見放送は9月10日に予定されており、8月中旬の民主党全国党大会が終わると選挙戦が本格化し、両党や両候補者間の対立が一層激化するでしょう。6月27日の政見放送でも、ゴルフの腕前すらも論争の材料となりました。今回、トランプ氏は大きな危機を免れ、選挙戦による分裂が一時的に和らいだ可能性があります。 特にトランプ陣営はバイデン氏の健康状態を攻撃の材料にしようとしており6月27日の政見放送ではトランプ氏が認知テストを受けるべきだと述べバイデン氏の能力を疑問視する発言をしましたこれに対しバイデン陣営も強く反発しトランプ氏の発言を激しく非難しました今回の暗殺未遂事件は一時的に民主党と共和党の緊張状態を和らげたと考えられます 6月27日の政見放送での激しい対立が一時的に緩和されましたしかし選挙戦が第2段階に入り民主党の正式候補が指名され9月10日の第2回政権討論会が始まるまでには再び激しく戦うことになるでしょう先生一つ質問があります 米国の下院議長マイク・ジョンソン氏が先日演説を行い、今後数ヶ月内に両党と協力して対中対策の立法を加速させ、全面的に中共に対抗する意向を示しました。彼は新大統領が当選初日に新たな対中戦略を発動できるようにしたいと述べました。こうううしした両党の動向についてどうお考えでしょうか 実際には11月6日、つまり選挙日において最終的な選挙結果がバイデン氏の再選かトランプ氏の復帰かにかかわらず次期米国大統領が就任した後、最初に行うべきことは中国との貿易戦争および技術戦争の強化です。ここののの政策はは極めて必要不可欠です前述の通りこれは単なる実行方法の違いに過ぎません もしもトランプ氏が再選された場合、元米国合衆国通商代表のロバート・ライトハイザー氏がそのマスターマインドとして重要な役割を果たすでしょう。彼は中国との関税戦争や貿易問題における専門家であり、極めて重要な役職に就くことになるでしょう。そして、トランプ氏は断固とした手段で中国に対し最後、通告を突きつけ、中国がどれくらいの期間内に行動を起こすかを注視するでしょう。 特に2018年の2段階にわたる貿易協定において習近平は完全にトランプ氏の前で虚偽を述べたといえます2018年の協定から現在まで進展がなくさらに強力な制裁措置が続くでしょうその中には中国向け電気自動車に対する200%の関税や平均60%の関税も含まれています実際これらの数字はロバートライトハイザー氏によって計算されました もし最恵国待遇を中国から取り消す場合、中国への関税水準はおおよそ61%に戻るという見積もりです。したがって、トランプ氏が中国に対する平均60%の関税引き上げを提唱したのは、彼自身の無謀な発言ではなく、ライトハイザー氏によって計算されたものです。トランプ氏の性格上、彼は速効性のある政策を好みます。再選された場合、彼はこのような強硬な手段を取るでしょう。 一方、バイデン氏の場合、現行の政策を継続する見通しです。彼はより包括的なアプローチを取り、徐々に圧力を強める方針を取るでしょう。従って、中国にとってこの問題に真正面から取り組む時が迫っています。次期米国大統領が最初に取るべき行動は、数十年にわたる米中間の貿易不均衡に対処し、中国に具体的かつ明確な解決策を求めることです。 現在の中国経済の深刻な状況を考慮すると、これはさらに困難な状況を招くことになり、習近平にとっては手持ちの政策手段がますます限られることを意味します。したがって、来年中国が最後の悪あがきをするのか、それとも降伏して講和条約を結ぶのか、そのうち明らかになるでしょう。 私たちの番組を気に入っていただけましたら、コメントを残し、いいねを押して、通知ベルをオンにするよう、ご協力をお願いいたします。長くご支持いただき、ありがとうございました。引き続き、高い品質の動画を制作していきます。